小坂英二さんです。お願いいたします。どうも皆様お疲れ様でございます。今日から都知事選始まりました。私からは大震災に非常に弱い地域である荒川区の議員として危機管理のプロ鴨上俊夫さんに絶対に都知事になっていただきたいということが言って、そして日本という国は世界一長い国を持つ、長い歴史を持つギネスブックに載っている国です。その素晴らしい盾と血筋言語、信仰、そうした、そして神話、そうしたものを長く引き継いできた国の首都として誰が一番適任かということを、そうした観点で選んでいただきたい。そうしたものを大事にする方を選ぶことが、東京に住む人たちのみならず日本人全体の幸せにつながるんだ。そうした思いで皆様に鴨上俊夫、広げていただきたいと思いますし、ご通行中の皆様にもぜひそうした対極的な観点から都知事選に一票を鴨上俊夫に投じていただきたい、このことを申し上げて私からのお願いといたします。どうぞこれから2月4日まで皆様それぞれの持ち場で戦ってまいりましょう。ありがとうございました。